はい、皆さんこんにちは。今回は維新政府の相談役フルベッキについてです。こちらの人物ですね、グイド・フルベッキ、グイド・ヘルマン・フリドリン・フェルベック、この方についてです。フルベッキ群像写真、この中心に写っております方です。明治維新を成し遂げた中心メンバーが写っているとされる写真です。当時の新聞です。明治10年1877年11月1日の新聞です。右下の部分ですね、拡大いたします。元老院お雇いのフェルベック氏とジブスケ氏、昨日解約になったと。フェルベック氏とジブスケ氏が元老院を解約されました。記事です。こちらがジブスケ氏なんですが、フランスの軍人で後に明治政府のお雇い外国人という方です。でもう一人、フルベッキ氏ですが、同じく、雇われた方ですが、オランダ出身でアメリカ合衆国に移民し、日本にキリスト教オランダ改革派宣教師として派遣され活躍した法学者、神学者、宣教師です。でフルベッキ写真で有名な方です。で元老院なんですが、元老院とは明治初期の日本の立法機関ということです。こちらに勤めておりましたお二人です。明治政府に仕えておりました。で新聞記事に戻りますが、元老院を引退したフルベッキについて書かれております記事です。明治維新の新政府に、関わっておりましたということで、明治維新のメンバーとともにフルベッキも新政府に仕えていた、ということで、フルベッキ写真が本物である状況証拠になります。このメンバー全員で明治維新を起こし、新政府を立ち上げて政治を行ったという話が成り立ちます。フルベッキが新政府に仕えていたことは、この面々も新政府に仕えていた可能性があります。しかし明治維新のメンバーが揃った写真だと認めることはできません。いつも強い反発を受けます。江戸幕府にとって、薩摩長州の反乱だった明治維新が実は欧米主導の外国からの敵襲だったということになります。それだけは絶対に認めることはできません。こちら別な記事ですね、昭和53年1月30日の記事です。左上ですね、明治維新の舞台回しフルベッキと書かれておりまして、新政府の舞台回しを行っておりましたフルベッキです。で右下に岩倉使節団のお膳立てと、そういうことも行っておりました。フルベッキはこのメンバーとともに明治維新の舞台回しをしていた可能性があります。こちらですね、出された論文で、論文で発表されて世間に公表されました、フルベッキ群像写真です。島田隆氏が発表しました。でこちら新聞なんですけど、新聞でもフルベッキ写真が公表されまして、大きな反響があったようです。で論文に戻りますが、新聞に載った後の反響が書かれておりました。この赤い部分になりまして、拡大いたします。ちょっと内容を確認させていただきます。江副信子氏より連絡がありました。5月20日午前10時頃、ポストに入っていた手紙は、東京大田区在住の江副信子女子、伊藤博文、大隈重信ともに親戚であるとのことだった原文のまま、突然にお便りするご無礼のほど何卒お許しくださいませ。実は5月10日の読売新聞の記事を拝見いたし、ぜひ一言お知らせいたしたく筆を取り、来てるようですね。筆を取りました。あれはきっと西郷隆盛さんであると存じます。と申しますのは、あの写真はただいま私の手元でございますが、縦20センチ、横27センチ、つまり四つ切りに引き伸ばしたものでございますから、はっきり皆さんの顔を写っております。この写真は私の私有と江副連蔵の記念のため私が持っておるものでございますが、もしお望みでございましたらいつでもお目にかけます。雑誌太陽のよりはきっとはっきりしていると思います。
西郷さんの隣の村田新八さんもはっきり映っております。絵勢連蔵は前列左から3人目に座っております。これは生前の父から直接私が聞きましたから確かでございます。また一番前列左端木戸さんか岩倉さんでございます。西郷さんのほか伊藤博文も大隈重信も石橋重友もいると父から聞きましたが、私はどれがどなたであるか忘れてしまいました。誠に残念でございます。どうぞあなたのお力でもっと多くの明治の偉人たちの青春像を明らかにしていただきたいと思います。と書かれてあり、読み終わると同時に電話を入れた。その日の夕方、江戸駅を訪問し、問題の写真を見せていただいた。すでに印刷されたものの複写写真ではなく、木のままの写真であった。四つ切り台の赤茶けた横シワが入り、推定60年くらいのものと判断。この写真について聞くと、江戸駅へ飛ぶ継ぐ前からと。ということで、江戸信子さんが古べき写真をですね、持っていたということが書かれております。江戸連蔵の親族である江戸信子さんが島田氏の発表した写真と同じ写真を持っていて本物であるとの証言なんですね。これも論文に書かれておりまして、島田氏は論文で江戸信子氏の存在を公表しております。これ別な新聞記事で、昭和60年、1985年6月27日、東京新聞です。古べき写真についての記事です。左下の部分ですね。拡大いたします。新聞を拡大しました。江戸連蔵の子孫も感激。同じ手法で大久保利通、江戸連蔵、大隈重信、岩倉友永、友貞と次々に見つけ出したとして発表したのが日本歴史の研究論文、江戸連蔵の子孫で、東京大田区の江戸信子さんからも、当時私もこの中に西郷さんが写っていると聞かされてきましたという激励があったと。東京新聞も取り上げておりましてね、東京新聞に載っていることで江戸信子氏の話が本当である裏付けになります。で、他にも、まあ、証拠としまして、それぞれが酷似しておりまして、このように名前も添付されておりますが、左の大隈重信と酷似しておりまして、右がですね、本人だと思われます。口の形、頬の苔、目も本人と同じです。で、もう一人ですね、左の中岡慎太郎は右の人物と同一人物に見えます。で、右の高杉晋作は左の人物と同一人物に見えます。まだまだたくさんおりますが、それぞれ現在に伝わる個人個人の維新メンバーの写真と一致します。この写真が本物であるならば、日本は明治維新で欧米の外国勢力に乗っ取られたことになります。それは絶対に認めることはできません。そのため強い反発を受けてきたんです。今回古ぼっきが新政府に仕えていた件についてでした。以上にいたします。ありがとうございました。失礼します。